ってこれ一応売ってます。あ、売ってるんですか。シマウマも売ってます。キリンはちょっとまだ無駄キリン、ちょっと見たことない。キリンめっちゃでかいですね。上に顔があるんですけど、でかでかあ、これがクローゼット。はい、引っ張ったらちょっと色変わって、外国のやつだったらこれぐらい分厚くなって、日本のやつはこうじゃん。へぇー、こういう色ですごい。あとアンテロープとかみんなあんまりない。あ、すごい。これ片押しなんですけど、アンテロープ。あ、これゴマアザラシでちょっとなんかね、ベストみたいになってるんです。へぇー、ほんまや、アザラシ切れそう。はい、切れそう。そのまま切れそうやな。でも向こうの方ね、こう寒さしのぎに。へー、これ見たら網投げられそうに捕まえられますね。黒子とかは黒とかはちゃんとあるけど、なんか谷染めのやつとか、こうジョンストニーって尻尾がこうスパイラルカットみたいな、ね、どれ、スパイラルカットっていうらしい。こういう感じ。そうです、尻尾は表から取って、こういう感じでカットして。あ、だからあれか、あのボディはお腹だったんだけど、でこっちが尻尾が、なんか尾が変わったのか、でかいのか、ね、尻尾のこの硬い、うん、もうゴジラみたいな。いやもうね、これカバンの蓋にされる方とかたまにいます。なかなか毎回できないけど、そっちの尻尾だけのやつ飾るって言って。うわ、ほんまや、こっちも飾りますけど、なんかベルトとかになってたり、ベルトっぽいですね。もうベルトになってるからね、すでに。一回聞いたらギターの中にするとか、めっちゃ痛そうですね、とか言ってたら。なんかすごい、マッドマックスみたいなのに。ほんまに、なんか人の顔以外全部あるんだ。いや、人の顔も出てきそう。もう、あ、すごい。すげえ。これもこう、ぐるっと、を見て、渦巻きしたい。えげつな、すごい。初めて見た。出てきたわ、どうかなんか、めっちゃリンゴムクみたいに使わされてる。そうですね、なんか葉っぱ、葉っぱ、それね、葉っぱ舐めしてるんですよ。マジで葉っぱを舐めして、裏が皮なんで、ね、全然葉っぱ舐めしてるの、これ、こそろ受けないですか。社長が飲む、僕らもこれ入れようとしたけど、なかなか入ってこないです。あ、本当ですか。なんか社長が買ってきて、これって言って、これって売り物ですか。売ってないですか。ガンメタ、すごい。え、色すごいですよね。うちアルミホイルみたいな。もうアルミホイル作ったりなっちゃうね。だってガメタのめっちゃ綺麗。はい、綺麗。見たことない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 しかないの。それで、ありがとうございました。めっちゃでも色んな革あったな。あのリーフレザーびっくりしたな。リーフレザーあんな。リーフレザー初めて見たわ。結構あれだからさ、うん、疲れてくるんだ。あ、休憩しようかな。どこへ休憩するの。ここが泊まれるんだ。さっきもなんか増えてないか。ちょっと増えた。増えた。どこ50度くらい。キッチンもあったで。バンディケ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 。川を下ろしてもらおうか。ということで、最後川を下ろして帰ります。どういうこと、長いこと。あ、1.4 キロぐらいです。あ、1.4 キロ、はい、お願いします。じゃあ、今で帰らせてもらおうか。すいません、ありがとうございます。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 失礼します。すいません、ありがとうございます。そのわけでさ、ほんまにあの動物園丸々川にした感じ。ほんまにな。あんなにいい、なんかいろんな川あるところなかなかないんだな。この間さ、ドクターのやつでさ、うん、ゾウ、うん、キリン、うん、サイ、うん、カバ、うん、あの辺のやつでさ、わしの条約でさ、うん、輸入されにくいって言ってたやんか、うん、っていうのが踏んだんやったやん。やったカバまでおってカバとか初めて見た。カバをゾウにしてたやん。カバをゾウにしてたな。とか、なんかあのスクリューカット、うん、バニのあのお腹はバックカットで、尻尾はあのフロントカット、うん、だから尻尾だゴジラなんていうのが、うん、こうねじれて、うん、とかあのすごいな。ヘビもそうなってたしな。ていうかキリンとかあの入ってなかったから店に。だから吹き抜けたら1回2回なったからさ、うん、
いや、思ってからで、胴体部分しか見えへんかと思ってガチで首やったから、やっぱカバーほんで喧嘩するから、あ、傷多いですね、傷多いね、やっぱ強いから喧嘩する、カバーめっちゃ強いんだろ、だってカバーめっちゃ強い、マジで危ないですね、カバー哺乳類最強、最強説もあるやろ、うん、カバーめっちゃ強いの、うん、のカバーとか、ゾウで、何やったのか、まあまあ、で、極めつけ葉っぱ、あ、そう、葉っぱすごい、葉っぱってこれありなのかな、うん、あれでもあれって皮ない、なめすから皮って読むあれは、うん、まあそうなんじゃん、あれ仕入れたいけど大量にはなかったからな、というのがあって今あの、うん、今この瞬間では、うん、値段今調べてもらってる状態だから分からんねんけど、分かったら、うん、入荷しようかなって、なサスティナブルに、超サスティナブル、あのブラジルやった、原産国、原産国ブラジル、今このコロナの状況じゃなかったら間違いなく俺の次の旅先ブラジルなんですよ、絶対リオデジャネイロ、リオどこなんか分からん、ブラジルも広いから、ブラジルとか怖くて行きたないわ、刺されそう、なんか確かあのイースター島確か近かった、だから行きたい、あ、そうだな、うん、ブラジルのあれイースター島って、イースター島でチリやったかな、チリはあれだから、あのチリってめっちゃ細長いとこやろ、チリはこう苗出てなんすか違う、確かブラジルこないからこれなんか行かなかった、てか、どう見たい、イースター島のモアイとか見たい、写真撮りたい、まあ、うん、何がいっちゃうみたい、これ、うん、何いっちゃうみたい、ウィニエンコ行きたいけどな、ウィニエンコも見たいし、それは見たいもいっぱいあるんだよ、そのイースター島もそうやし、うん、まあ、遺跡もそうやし、ピラミッドもそうやし、行きたいといっぱいある、いっぱいある、もうツッコミもできんかったわ、びっくりしすぎて、お前のツッコミ、驚くだね。驚くそんな感じだった。これあれですか？あのエンディングの方ですか？これエンディングでまだおまけいってない。あ、そうか。あ、まあそんな感じです。最後ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。まあ、おまけで、うん、世界は広いなって話。あの。葉っぱいけんやったら何でもいけんじゃんってなってこない、お前な、どういう風に舐めしてるんやろ、ここからもう分かる、何舐めしてんの気になれ、何舐めしてんの、植物を植物で舐めしてんのか、タンニン舐めしてんのか、それともクロム舐めしてんの、でもタンニン、もともと植物やねんから、そうタンニンで言っといてほしいけどな、じゃあ僕、あんなんようやったな、うん、あれなんていう気になる、葉っぱなんやろ、なんかタンポポじゃないの、確かにタンポポやったらどんなタンポポやねん、怖いわそんなタンポポ、ひまわりよりでかいんちゃう、まずなんかあのいよいよ葉っぱに手を出そうかなっていう新進国です、ね、絶対に仕入れようと思ってる、どんな手を使ってでも、やっぱ葉っぱはねちゃんと仕入れてね、え、どういうこと、かかってたなんか、え、葉っぱをちゃんと仕入れてってどういうこと、え、メキシコから葉っぱ運ぶんでしょ、違う、パブロレスコバルちゃうねん、何してんねん、バンされるまずなんかじゃ あのちょっとあの今後ちょっとあの楽しみにしますね、まだあの、入荷し次第ご報告させていただこうと思っております、はい、葉っぱ財布、葉っぱバッグ、葉っぱバッグ、ちょっとチャレンジしようと思ってます、はい、お疲れ様でした、はい。